名村クレを新馬戦から見ていきたいと思います。デビュー戦は新潟の外回り 1600m 内枠から先行していくようなレースだったんですけども、このレースに関しては3着ということで勝ちきれなかったんですが、特にですねこの後最後直線のゴール前の部分をねご覧いただくと分かるんですが、明らかにこの距離適正というところでマイルが少し長いかなというような、そんなね最後の最後で少しガス欠をしてしまうような感じを見せていましたので、距離としてはやはりこの新馬戦ということもありますので、ここからまだね成長 の形ということは取ることも視野に入れつつという形にはなるかもしれませんけども、ただですねこのレースに関して言うと少しねマイル戦、特にこの直線の長い新潟コースというところで言うならば、タフさというところがこの馬には応えたかなというふうに思います。経済コースをこういった形で無理なく、レース運びとしては楽な形を取れたので、適性が高ければここからですねぐっと伸びていくような足が使えてもいいところであるんですが、一応ねここから一瞬グッと伸びていく足は見せて先頭に立つような感じにはなるんですけども、ここからですね一伸び足らないんですよね。こう今内側の馬に一瞬並びかけたんですけども、そこからの人の身がどうしても足らなくなってしまったので、最後はガス欠を起こしてしまうような感じになりました。それでもねこれ残り 200m 切ってからもなんとかずっと我慢はして3着まで粘り込むような競馬はしているんですけども、そういった点でねここ距離適正というところ、またね長い直線というところでは響いてしまったかなというふうには思います。続いて2戦目フェニックス賞です。未勝利のままオープン特別への出走をしてきました。ちょっとスタート悪くてこんな形でですね後方からの競馬になってしまったんですけども、ご覧いただいても分かるようにねかなりの雨量で馬場も不良馬場ということで力のいる馬場状態でした。しかもその中でね馬場スタートが悪い中、内側からこう押し上げてこういった形でね馬群の中を進出して先段まで取り付けていくような、前半からかなりちぐはぐな競馬をしていて、しかもこのね馬場の悪い状況でこういった負担のある競馬をしながらも、しかもねまだ一勝できてない未勝利馬ということではありましたが、最後までしっかりと長い伸び足を使っていくことができました。やはりね先ほど 1600m では距離が長く感じた新馬戦に対して 1200m だと前半からこういったちぐはぐな競馬をして消耗していても後半まで足は使えていくような感じはありますから、一度使われた上積みもありますし、一応マイルでも最後までね一応我慢する足は使えていたので、距離適正としては 1200m ぐらいがベストではあるんですけども、一度使われたことも考えて 1600m までぐらいまでは対応できるのかなというふうに思わせる内容です。それぐらいタフな競馬をしての勝利でした。続いてフェニックス賞と同じコース小倉2歳ステークス外枠でした。ショート数ではあったんですけども、今回はスタートもしっかりと決めて、先段で取り付いていくんですけども、無理に前を追うことなく流れに任せて、先段馬群の外側をずっと追走していくような形になります。この時馬場状態としてもね、少し真ん中ぐらいを選ぶ馬がよく伸びていたところはありますので、小頭数の外側に持ち出して馬場のいいところをしっかり最後まで伸びていく、そういった競馬ができました。このレースを見ている限りでは使われつつ、適性としてはやはり 1200m ぐらいではあるんですけども、対応力としてはこういうねロスの多い競馬をしながら、しかも後半ぐっと伸びていく足を使えるというところでは、マイルぐらいまでであればなんとか対応できるのかなというようなことが見られる、そういったこの内容です。でここもね一気に外にグッと持ち出していって、ここから伸び足を使っていく競馬ができています。これはねマイル戦の新馬戦ではこういった足が最後一足使い切れなかった部分がありますので、そういった点ではね 1200m の方がおそらく適性は高いなというふうには感じるんですが、これだけ後半伸びていけば今ならね 1600m にも対応できるのかなというふうな見せる3戦目でした。4戦目は阪神競馬場の芝 1200m で行われました重賞ファンタジーステークスです。スタートこういった形でですねスムーズに出ていきましたし、前半から流れに乗っていくレースというのができました。
まあ、同馬主の、名村、デイリリーが先手を奪って逃げていく競馬で、内側馬群で、いい形でスムーズなレース運びというのができています。まあ、勝ったね、ウォーターナビレラが、後位から先に抜け出す1枚上の競馬をしたところはあったんですけども、最後までこの馬としても伸び足は使えていましたし、まあ、詰め寄るような足というのは十分使えていましたので、まあ、そういった点を考えてもですね、内容的には2着ではありましたけども、非常にこの馬の良さというのは見せていたかなというふうに思います。まあ、1100m に距離延長になったから負けてしまったというような形ではなくてですね、 1100m でも十分しっかりと後半まで足は伸ばしていて、まあ、勝ったウォーターナビレラがここでは1枚上だったというような、まあ、そういった評価が適正かなというふうには思います。というのもね、 1400m 距離延長してもここまで、ここもね 1200m だった時と同じように最後までしっかりと足は伸ばしていますし、まあ、その分ね、勝ったウォーターナビレラが同じだけ足ぐっと伸ばしていったので、内外の差なんかも響いてしまったところが最後まで詰め切れなかったところになりましたので、まあ、この馬としては十分強さを見せていると思います。5戦目は距離延長しての阪神ジュベナイルフィリーズ内枠だったんですけども、ここがねちょっと消極的だったというか、まあ、距離延長を意識しすぎた形で少し控えていったら、まあ、前の馬がねこうずるずると下がってきたことで、この馬もどん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 位置取りを悪くしてしまうような形になりました。上の画面見ていただくと分かるんですけども、もう中段よりも後方に追いやられてしまいました。まあ、スタートの良さと内枠を生かすと、今本来であれば3番手ぐらいでの競馬ができてても良かったというふうに思うんですけども、最初の1歩目のねスタート直後、やはり距離延長を意識しすぎたかなというところで少し消極的な競馬がなってしまったというような感じです。ただですね、それでもこの位置取り悪いながら馬群の中をついて後半馬場の、ね、内側を少し避けながら、馬場の良い伸びていた真ん中あたりを三分どころをですね選びながらの馬群差しで最後までしっかりと伸び足は使えていましたので、まあ、この馬としては、まあ、距離は多少前半で意識してしまったところはありますけども、これを見ている限りでは、まあ、同世代同士であれば 1600m でもある程度対応はできるんだろうなというふうに見せる内容です。今まあ前の方でねごちゃごちゃしていたところもありますので、まあ、内側の馬群の馬場の悪いところを避けての馬群差し、ここからですね馬場の通したところは、まあ、良かったところはあるんですけども、しっかりと後半まで足は使えての5着ですから、まあ、G1 でねこういった形で後半まで伸び足を特にマイル戦で使えたというところでは十分評価できると思います。ただちょっとね惜しまれるのは、前半内枠で良かったスタートに関してはですね控えて消極的な競馬になってしまったのは残念だったと思います。6戦目はフィリーズレビューです。ここはですねちょっとスタートはこういった形で、あまり早くなかったこともあって追走しきれずに位置取りの悪い競馬になってしまいました。まあ、結果的に内枠だったんですけども、外に出して外から差し込むような形で後半伸び足を使ってきての2着ということで、まあ、今までとちょっと違うような競馬になりました。まあ、先ほどのね阪神ジャベナイルフィリーズでもね、まあ、控えるような形で馬群差しで足は伸ばしていましたので、ここでも、ね、能力の、ね、違いを見せながら外に出して伸び足は十分発揮できていると、そういったね内容での2着でした。まあ、ただ前々でしっかりと運ぶ競馬が本来もできる馬ではありますので、ちょっとねこのレースに関しては、まあ、休み明けということもあったかもしれませんけども、スタートの1歩目の遅さというのが響いてしまった形になりまして、今ここもね馬群の中で 3,4 コーナーでちょっとごちゃごちゃしている、少しねブレーキ踏むような場面もありましたけども、ここから外側に持ち出していって積極的に仕掛けていく競馬ができました。でここもね直線でしっかりとした長い伸び足も発揮できていますし、まあ、ここら辺は最後のね阪神ジュベナイルフィーズで馬群の中を差し込んだ時と同じような形でいい伸び足は使えていますので、まあ、意外とねこの刺す競馬でも結果を出しているというところは、この馬の自在性というところでは、いろんな面でね評価できるのかなというふうには思います。まあ、前で運べるに越したことはありません。桜花賞は内枠から3着という結果になりましたけども、ここはスタートもねいい形で決めて1600m ですが、阪神ジュベナイルフィーズと違い前半から積極的に後位をキープする、そういったレースができました。
まあ、阪神 WBC フィリーズではね、前半ちょっと引いてしまったことでどんどん位置取り悪くなってしまいましたが、ここは好意を経済コースをずっと立ち回っていく、ロスのない運びができましたので、まあ、結構ね枠順にも恵まれているタイプの馬ではあるんですけども、この、1600m でも上手な運びはできたと思います。ただまあ最後のね、人伸びというところでは、やはりマイルへの距離適正というところと、まあ、G1 ということで相手関係も強かったという部分もあるんですけども、その部分は響いてしまったかなというふうには思いますが、やはりね、そういったことを考えると、この強敵相手で言うならば、1200m、1400m ぐらいまでがこの馬の適正距離かなというふうに思います。で、メンバーが少し薄いところであれば、マイルぐらいでも十分、ロスがない立ち回りができれば、対応できる、そういった感じだとは思いますので、まあ、この先、小馬になってですね、マイルの重賞、牝馬重賞、牝馬限定重賞などで相手関係次第だったらば、マイルでもある程度対応できるのかなというふうに思います。ただまあ強い相手、ボバとの、ね、強い相手になった時には、1200m、1400m ぐらいがこの馬のパフォーマンスを引き出すチャンスというところでは、適性があるのかなというふうに思います。ここら辺でね、最後人伸びというのはぐっと足らなくなってしまっているのは、やはりこれ距離の部分だと思いますので、まあ、できれば強敵相手の場合には 1200m、1400m ぐらいが今のところ向いているかなというふうには感じます。夏はですね、この函館スプリントステークスからの始動になりました。早い流れだったのと、コバとの初対戦ということではありましたけども、この早い流れを無理なく前半からこういった形で追走するスピードを見せたというところでは、非常に高く評価できると思います。まあ、ただね、この時50キロということで、筋量面ではかなり恵まれた部分はあったかなというふうには思いますけども、まあ、それでも、コバ相手にですね、圧倒的な後半の伸び足も発揮して突き放す、そういった強い競馬を見せていますので、ここでの収穫としては、早い流れに無理なく追走することができたというところと、後半に50キロという筋量ではあったものの、後半にしっかりとした後半まで伸びる足を使って突き放せたというところが大きな収穫と、この馬がですね、夏場しっかりと力もつけてこれたかなというふうに、成長の部分も見れたと思います。まあ、やはり適性としては 1200m ぐらいが向いてるかなというところはありますので、 1200m だとね、こういった後半伸びるんですけど、 1600 だとちょっとここがね、伸びが足りなくなっているところがありますので、この先も距離面では注目が必要です。コバ相手の2戦目となったのは北九州記念です。この時はちょっとね、外枠でレースが非常にしづらかったかなというふうには思います。スタート悪くなかったんですけども、ここで若干ね、もう前に出すか引くかで少し躊躇している感じがあって、まあ、結果的に、無理に追いかけず、流れに身を任せるような形で引いていくようなレースをしたんですけども、まあ、枠悪かったんでね、選択が難しい、感じにはなりましたが、結構これが最後は裏目に出てしまったかなというふうには思います。ポジショニングもそうなんですけども、バグの中に入って最後直線でコース取りが難しく、最後のね、この直線入ったところでね、この外に出そうという意識があったんですが、結果外に壁ができてしまって、もう一度ね、内側に切り替えていくような感じになります。今ここいますよね、バグの中から。このまま内をついてもよかったと思うんですけど、ここで外選ぶんですよね。それ外選んだら外が壁で諦めて、また、バグの中に進路を取ってというような形になってしまいましたので、まあ、これがですね、結果的に前との差になってしまいました。後半はね、かなりいい足を使って追い詰めてはいるんですが、致命的な部分がちょっとね、4コーナー回った直線での判断がこういった形になってしまったと思います。スプリンターズステークスです。北九州記念では消化不良の結果の3着になってしまったというところがあるんですけども、まあ、結果的にですね、その反省をこのスプリンターズステークスでは、まあ、したことによって強引に外から動いていくというようなですね、レースをしたことが裏目に出てしまう、そういう内容だったかなというふうには思います。まあ、この時のスプリンターズステークスのね、トラックバイアスを考えると、あまりこう外を大きく回す馬というのにはかなりこう負担の多いレース、そういったね、馬場状態でもありましたので、まあ内側でね、包まれて身動きが取れなくなってしまった北九州記念だったということもありますから、まあ同じ鉄を踏まないということで、
まあ、外をねこういった形で強引に回していくような、レースになってしまいました。まあその分ね消化不良な、競馬はしてはいないんですけども、さすがにこう G1 の相手が強いところでこうねじ伏せていくというところでは、最後のこの坂のところですね、やはりこうスピードが上がりきらずにこう最後まで伸びきれなくなってしまいました。まあこのね、堂々とした積極的なレースができたのは良かったんですけども、外回しが響いてしまいました。年明け初戦はシルクロードステークスです。まあ、北九州記念スプリンターズステークスといまいちこうちぐはぐな競馬になってしまい、まあ、特にね北九州記念では外枠からまあバグの中に入れていくレース、逆にスプリンターズステークスはまあ強引に外を回していくようなレースになってしまいました。ここは枠もよくね内枠に入ったこともあって、その2戦のそういったねこうちぐはぐなこの馬の力を発揮できないレース運びというところの反省も踏まえてですね、先段馬群の中じっと我慢するレースというのができたのは良かったかなというふうには思います。まあ、本来ねこのもう少し前で運ぶ競馬もできる馬だとは思うんですけども、ここは内枠を生かしながら、まあ、無理にこう動かずにじっくり我慢をして進路を取って差し込んでいく、まあ、こういったねこう後位からの差し込みというところでもきっちり足を使えるというのはこの馬の良さだと思いますので、この特にねこの北九州記念スプリンターズステークスと2戦かなりね消化不良のレースになってしまっていますから、そういったことを考えるとこの馬の良さというのが、枠順も良かったんですけどもしっかりと発揮できた結果になったかなというふうには思います。まあ、こういう競馬ができれば短距離路線ではまだまだ十分に強さを見せれる馬だと思います。シルクロードステークスを勝利した後は高松の宮記念への出走となりました。外側の枠からだったんですけども、外外をずっと回していくような形で、この時の馬場状態としては内側を通すよりは外を通した方が伸びる傾向がありましたので、まあ、そういったところを考えると、まあ、若干ね、外枠で位置取りの悪い競馬にはなりましたけども、こういった形で外からじわーっと押し上げて動きながら最後までこう馬場のいいところを通して足を伸ばしていけたというところでは非常にこう向いたかなというふうに思います。まあ、今現状ではやはりね距離としては 1200m、まあ、長くても 1400m ぐらいがベストかなというところはあるんですけども、ただまあある程度こう馬群の中で控えて後半に足を使えるような競馬というのがシルクロードステークスでもまたねこの高松の宮記念でも見せていますので、まあ、多少こう相手関係であったりとか展開一つではマイルぐらいまでの対応というのはこの先見せてきてもおかしくないかなというふうには感じます。ただまあベストというところではこの 1200m ぐらいで後半持続足勝負になるような、まあ多少位置取りをカバーしながらも長く足を伸ばせるような展開というのがこの馬には現状ベストかなというふうには思います。ここも馬場のいいところを外側を通しながら最後まで一歩ずつ伸びていっての2着というところはこの悪い馬場状態の中で上々のレースができたんじゃないかなというふうに感じました。ビクトリアマイルに出走しました。まあ、この馬にとってねこの 1600m というのは正直ちょっと距離としては長いかなというところはありますし、ただねそれだけではなくこれ前半ちょっとねこう窮屈になってしまったところがありますので、まあそういったねこう挟まれて接触するような不利もありましたから、まあそういったこう不利を受けながらも後半も一応ね盛り返すような足を使った発着というのはこの馬の力というのを十分に見せたかなというふうには思います。まあ、ある程度ねこうスムーズなレース運びができれば、まあ、おそらくこの相手関係次第ではあるんですけども、マイルでも十分対応できるだけのこう力というのはね見せたかなというふうには思いますが、まあ、本質的にはやはりね、まあ、1200m、1400m ぐらいのまあ短い距離の方が向いてくると思いますし、こうちょっと動きそういったね短距離のところで動いていく競馬というのが、まあ、この馬にはまあ一番マッチしているとは思いますので、さすがに、ね、このマイルでこういった形でね、まあ、不利があったにしてもこう動いていく競馬をすると、1200m の時と比べるとね最後のこの踏ん張りがどうしてもこう足んなくなってしまうのがこの馬にとっての、まあ、1600m のね壁だかなというふうには思いますので、まあ、1600m であれば、まあ、前半からもう少しね上手にこう無理なく流れに乗って、まあ、100のね競馬ができた時にはある程度の対応できるのかなというふうには思います。まあ、本質的にはねこう短い距離で自分から動いていって伸び足を使っていくというような、まあ、レースの方がこのままね力を十分に発揮できるそういった距離になってくるかなというふうには感じます。
キーンランドカップです。一番人気に押されましたが、この馬としてはこういった少しねこう動きやすい外目の枠というのは、まあ、理想的な枠にもなりますし、まあ、なおかつこの時のね馬場状態としてもこう馬場の真ん中から外を回した方が伸びる傾向がありましたので、この馬にとっては、まあ、馬場も含めてねベストマッチの条件にはなったかなというふうには思います。どうしてもねこう内枠でこういった位置になってしまうとこう身動きが取れなくなってしまうケースの方がどうしても出てきてしまいますので、まあ、すごいねこのいい先行力を持っているというような感じではないので、こういった形でねちょっと中段、まあ、先段のややね、まあ、あの後ろぐらいからの立ち回りになるケースが多いですから、内側だと進出しづらくなってしまいますので、まあ、あのそういうことを考えるとねこう外回しがしやすい枠というのはいいですし、逆に、まあ、あのこう外回しするにしてももう馬場状態が良すぎると、まあ、結果的にね内側を通した馬に残られてしまうケースがあるので、こういった形の馬場の真ん中から外が伸びるような、まあ、この馬がね自然と通せるような条件というのが理想ですから、まあ、今回ねこの枠順も馬場状態も展開も、まあ、全てねベストマッチして、まあ、勝つべくして勝った内容だったかなというふうには感じました。スプリンターズステークスは一番人気に押されました1枠1番で、ちょっとスタートこういった形であまり早くなかったんですけども、まあ、勝ったね6番のママコチャに前半から中盤にかけて横で並走されるような感じになっています。今ここね外側の赤い帽子が勝ったママコチャなんですけども、この形になってのことでですね、まあ、ちょっとこう外側を蓋されてしまったような感じで進路早めに外に持ち出していくことができませんでしたので、ママコチャの方が位置取りとしてはスムーズに前で運んでいけたのに対して、このねナムラクリアに関してはこの位置取りの差出てますよね。もうママコチャがこの 3,4 馬身前にいるのに対してナムラクリアはそのママコチャに前半で蓋されましたから、この外に持ち出すのにかなり手間取ってしまいました。やはりこのね内枠っていうのはこの馬にとってさばきづらさっていうのもどうしてもあるので、後半ねせっかくよくあの伸び足は使えてはいるんですけども、ここの前との差をなかなか捕まえきるにまで至りませんでした。まあ、真ん中ぐらいの枠でねこのママコチャを逆に見ていくような立場だったらもう少しこう違った結果というのもあったかなというふうには思います。2024年の年明け初戦は京都牝馬ステークスへの出走となりました。まあ、ちょっとね、こう前半の位置取りの悪さというのが続いてしまっているのが、少し気になる部分にはなるんですけども、まあ、それでもですね外側から、包まれづらい枠だったこともあって押し上げて動いていけたのと、この時の京都の芝状態は馬場の真ん中から外側に持ち出した方が伸びる傾向を見せていましたので、まあ、そういった馬場のいいところを通して伸びていくことができたというのは、まあ、プラス材料、後押し材料になったかなというふうには思います。でここの部で、外側からずっと伸びていったんですけども、結果ちょっとね、勝ったソーダズリングに、まあ、わずか届かないような、結果にはなってしまいましたが、まあ、ちょっとねこの道中の位置取りの差というのと外をずっと回し続けたこの距離ロスの差というのが多少ね、この最後の差になってしまったかなというふうには思います。まあ、ただですねここのところ一つ前のスプリンターズステークスも内枠ではあったんですが、ちょっとねこう位置取りの悪い競馬というのが続いてしまっているので、もう少しね早め早めのレース運びができないと、ちょっと位置取り的に苦しくなってしまうこの先考えられるかなというふうには思いますので、まあ、動きやすい枠と早めのレース運びができるかどうかがポイントになってきそうです。